HostTV.com。 前回のおさらい。ホスト TV の事務所に突如やってきた一人の男。彼は日本最大級のホストグループ、グループダンディの中でも一流店キャンディで幹部補佐を務めるホストだ。自身を磨き上げるべくホスト TV の撮影を通して、尊敬する心の友や代表に教えを乞いたいというのだ。で、なぜかそのままの流れでアポなしで友や代表の自宅に突撃訪問することに。なんとか取材許可を得たのだった。じゃあちょっと警護の話でも聞いていきますか。はい、はい、お願いします。じゃあでも警護お腹も減ってるだろうし、なんか出すよ。なんか好きな食べ物とかある？え、いいんですか？肉めっちゃ好きなんですけど、肉食べたいです。肉？はい。ちょっと出すわ。いいんですか？いや、本当にお構いなくでいいんですか？いやいやいや、ちょっと待ってね。家でつけたたくあんのお漬物になるんだけど。いや、ありがとうございます。結構右利き左利き？あ、僕右利きです。あ、右利き。はい、はい、ありがとうございます。あ、これでも食べて。いや、なんかすっごいご利益ありそうなんですけど。動物の命の前にね、やっぱ大地の育みの力からいろんなものを受け取って、まずは、まあ、こういうものから食べていきましょう。ありがたくいただきます。歯応えがやっぱりすごいですね。あ、でも結構な、まあ、実際さ、こうどういう悩みがあって今日話したいなって思ったの？そうなんですけど、キャンディーに入ってもう半年近く経つんですけど、最近すごい新しい移籍のメンバーとか入ってきて、まあ、自分自身もちょっと伸び悩んでるなっていうところをなんかすごい感じてて、やっぱりホストやるからにはキャンディーでナンバーワンを取りたいんですけど、トモヤさんもグループで一番を取られた9月とか、本当に僕ら一緒に働かせてもらってる意味ですごい感動した部分があったんで、そういうことをできるようになるコツだったりとか、男としての魅力を叩き込んでほしいなって思ってて。なるほどね。心の友や代表、ごまちゃんと一緒にこんな格好をしているが、実はホスト業界内では超有名人。神様ホストとして、またホストジャーナリストとしても多方面で活躍し、昨年は年間指名本数1458本という偉業を達成。9月度には売上3000万を突破。キャンディーの仲間たちとホスト業界をも牽引する神、もといホストなのだ。そんな彼のオフの姿がこれ。いや、例えばいくら売りたいとか、どういう立場になりたいとか、明確な目標はないの？僕の中では1000万から1500万でナンバーワンをキャンディーだったら取れるんじゃないかなって思ってる部分もあるんで、1500万っていうのを目標に置いて。なるほどね。はい。まあ、今キャンディーそうなんですよね。1000万っていう売り上げを上げてもナンバーワンになれない状況が続いてて、かといってね、じゃあ1500万売ってもナンバー2、3だったら、それはそれででも別に満足、はい、そういう店に入れるってこと、はい、だからまずはね、1000万、1500万っていうものの重みとか、どのぐらい難しいことなのかとか知らなきゃいけない、はい、ということで、ちょっと待ってて。はい、出身は大阪です。こちら来られてからはどのぐらい経ちますか？大阪自体出たのが14の頃で、その後に、まあ、ちょっと親の事情で茨城に4年ぐらい住んでたとかあったんですけど、もともとホストを始める前は学生をしてて、学生をしながらバーテンダーをやってました。池袋のちっちゃいショットバーだったんですけど、カウンターとボックス一つみたいなすごいちっちゃいバーでした。自分がそのもともとバーに働くきっかけっていうのが、人とのコミュニケーション能力がちょっと低くて、これでもまだ結構緊張しいだったりとか、人と目合わせると緊張したりとか、上がり症だったりとかもするんですけど、将来的にやりたいことを営業職をやりたかったっていうのもあったんで、それのいい経験になるかなと思って、あとちょっとモテたかったっていうのもありました。なるほど。正直ホストのきっかけも、特に女の人と話すのがすごい苦手で、僕モテたことないんですが、働き始めた時も男のお客さんがメインになってしまって、女性のお客さんって全然できなくて、池袋の小さいバーだったんですけど、まあ、池袋にホストがいっぱいあって、例えばそこの社長さんだったりとか、そういう人たちが結構来て、その時に見た目的にもホストとかやってみたらどうみたいな、まだ若いんだからいろいろやってみなよみたいな感じで言われたのがきっかけで、そこからがホストのスタートだという感じです、はい、あ、すいません、お待たせしました。はい、今ちょっとこれ持ってみて。はい。これって軽い？重い？結構重いかなって思いました。重いか。はい。ちょっとそれを開いてみてくれ。
ちゃまた可愛いですね。もうまあそれはいいじゃん。僕のね私生活こういうのしかないんで、ちょっとそこはあんまりピックアップしないでいただけるとうしいまあいいやじゃあ開けますねこれ大丈夫ですかこれ。大丈夫大丈夫ですかこれ。これがね、エボ、これが1000万の札束で、エボ、これが1000万の重みなんだよね。これ本物ですよね。これは本物です。本物ですよ、これ僕初めて持ちました。1000万重いんだよ結局。1000万って、はい、1000万あげたいとかいうことは簡単なんだけども、はい、お客様がどういう気持ちでソファーに座ってて、どういう価値を感じてお金を払うかっていうところをしっかり理解して、自分がこの重みを提供できるかどうかっていうものをしっかり考えなければ、簡単に1000万1500万って数字は絶対たどり着けない。一つでもさ、ね、一束稼ぐのってすごく大変だと思うし、はい、まず自分がこの重さと同等かそれ以上の人間にならなきゃいけないっていう部分をまずは考えていきましょう。はい、その池袋のホスト、そのお店で、まあ、一応ナンバーワンとしてやらせてもらってて、で最初のお店でナンバーワン取るぐらいっていう、結構やっぱその始めてから手応えはもうすぐ掴んだみたいな感じだ。それもまあ僕本当に人に恵まれてきたんで、教育してくれる人がいい意味で厳しかったりとか、結構体育会系でいろいろ叩き込まれたと思うんで、その辺はあんまり苦労はしなかったかなと。キャンディーさんの移籍を決めた理由っていうのはどこなんですか？やはり代表の心の友也さんが本当に夏フェスで行ったホストのイメージをクリーンにしたいだったり、あそこまで売り上げと組数を叩ける人望、この大きいお店で大きい従業員をまとめてる代表さん、一緒に働いてみたい、これだけ人に愛される男ってどんな男なんだろう、直に見てみたかったのがやっぱり一番でしたね。キャンディーの内装だったりとか、やっぱりこうグループでの立ち位置だったりとか、そういうのがすごい魅力を感じてて、この綺麗な箱はすごい魅力的だなと思いました。まあご飯も食べてちょっと喉も渇いたらだろうし、ちょっと水でも。え、いいんですか？本当お構いなく。ただの水とただのグラスなんだけど、ケイゴにはこのグラスのようになってほしいの。注いでみて。はい、僕がこうやって念じていくと色変わってません？もうこうやって虹色になるわけですよ。だからケイゴはこのグラスのように、どんな透明な女の子がいても彩りのあるケイゴでしっかり包み込んであげて、どんな色にも染めてあげる、もしくはどんな色にも合わせてあげられるような。はい、ありがとうございます。本当にご利益ありそうですね。いただきます。ちょっと僕も残暑がまだあるということで、ちょっと僕は暑くなってきたから扇風機入れるわ。これは決してね、ふざけてるわけじゃなくて、人間っていうのは本気で真剣に生きてると寒いっていう感覚すら失うぐらい熱量を発するんだよね。僕は本当に年中残暑だと思ってるし、寒いって言ってる間は真剣に何かに取り組んでない可能性もあるからね。陽明酒だけじゃ直せないよ。陽明酒、そうそう、はい、僕はやっぱ松岡修造さんっていうのはある種のなんか人間の完成形かなと思ってて、もう僕の話はいいから、帰って YouTube で松岡修造の動画を見なさい。はい、以上。はいなわけねえだろでまあ圭吾がね、真剣にホストとしてもっと上に上がりたいというのであれば、一ついいことが思い浮かんだので、圭吾があるところに連れて行ってみようかなと思ってるんだよね。やっぱ歌舞伎町だけにいてもね、考えだったり世界観っていうのは広がらないから、はい、まず圭吾がどのぐらい精神的な強さを持っているかっていうのを僕はまず調べようと思います。大丈夫です？怖い。いや、すごい怖いんですけど。ちょっと電話してみようかな。ちょっとすいません、あ、まあ、はい、適当に電話だけしてみます。わかりました。あ、お世話になっております、心の友也です。あの12月ってまだ修行って受付入れますかね？で、12月の結構その例えば山の奥の川とかって水って冷たいんですかね？結構やばい。あ、11月中に済ませちゃう人の方が多い。逆にそれはありがたい話です。吉報と言っても過言ではないですね。じゃあまた、改めて日にちに関しては連絡するので、修行僧を連れて行って2人で行くと思うので、その時はよろしくお願いします。住職、はい、失礼します。トモヤさん、修行っすか？しっかりしてるんですよ、ケイゴって。でもケイゴってしっかりしてるんだけど、若さもあるし、本当に苦難を乗り越えていくとか、一個上の世界っていうのを多分見たことないんだよね。死ぬ寸前の世界とか、そこに本来の人間の何かがあるって僕は思ってるので、怪しい宗教の勧誘ではないのかもしれませんということで、ケイゴ寺修行参加させちゃおうかなって思ってるんで、ボソ TV さんにしっかり収めてもらうので、僕に黙ってケイゴの後ろについてきた罰で勝手に、ね、なんかごめんなさい。あの勝手に家に来たということで、おばちゃんも怒ってるんでてか寝るわ。
いや、ありがとうございます。お前急に夜来んじゃねえよあれ、ブラックトモヤになってませんか。ホスト TV 最近な、ちょっといろいろうまくいってるからって言ってな、鉄のわらじで僕の住みかに入ってくるんだよ。すいません、突然すいませんでした。じゃあ、おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。だからありがとうございます。鍵閉めといて。っていうか、修行大丈夫ですか。いや、正直そこまで考えてくれるっていうか、ここまで動いてくれるとかわかんないんですけど、寒いのちょっと怖くないですか。何をするとか具体的にはわかんないですけど。え、カメラマンさんも一緒に行くみたいになんか巻き添えになっちゃったんですけど、はい、あ、いや、もうそれはじゃあぜひテイコさんが頑張ってやるっていうことなら撮らせていただきますけど。え、いいですか。はい、本当ちょっといつまで喋るか。すいません、すいません、じゃあ寝ようとしてんのに。すいませんでした。帰りますか。すいません、すいません、大丈夫。すいません、すいません、大丈夫。ありがとうございます。ひたたまたくすいません。家から追い出された。不服なので寝室にこっそり侵入して智也代表の寝顔でも見て帰るとしよう。社長は何だべ。日産ゴーン社長は何だべ。日産ゴーン社長は何だべ。日産ゴーン社長アガペ。今週のごまちゃん、今日はみんな疲れてるって。お疲れ様。はい、お疲れ様。おはようございます。おはようございます。お願いいたします。お願いします。あれ、トモヤさんいつの間に着替えたんですか。いや、僕がこの姿以外でカメラの前に登場したことないじゃないですか。さっきタンクトップじゃなかったですか。やります。よっしゃ。